カツオをさばいて刺身にしていきます。まずは頭と内臓を取っていきます。腹側に切り目を入れていきます。このように模様がついています。この部分から切り取ります。斜めに入れてください。この程度です。あまり深くは入れないでください。そしてカマのとこから切り目を入れていきます。こちらもこの模様があります。この部分までは鱗があります。なので、この部分を斜めに入れてください。そして、このあたりまでになったら包丁を立ててください。このようになります。で、中骨を切ります。で、ひっくり返して同様に切っていきます。この模様の部分から。で、途中から角度を切ります。で、手前を向けます。で、肛門を切り裂きます。この際もあまり深く入れないでください。はい、そうすると、この頭と内臓がきれいに取れます。はい、これ、膜が入っていました。頭を外し終えたら、この残っている鱗を取っていきます。皮を剥いで刺身にする場合は取らなくても良いです。叩きにする場合は必ず取ってください。このように包丁で当たるとすぐにわかります。このように取れます。このように取ってください。そしてこの根元、この背びれの2番目ですね。ここの皮を剥いでいきます。皮だけ包丁を入れてください。両側も同様です。こうして、この背びれの付け根の部分、ここに包丁を当てます。そして、押さえつけるようにすると、この硬い部分だけが取れます。あとは水洗いしてください。血合いに切れ目を入れてから軽く水洗いしていきます。このようにきれいにしてください。水分を拭き取ってから三枚おろしにしていきます。おろし方はいろいろとありますが、通常の魚と同様に腹、背、背、腹の順番で包丁を入れていきます。まずは腹から。皮だけ。で、次に奥まで入れます。
で、このあたりまで切ってください。このあたりに腎臓があります。で、中骨の上まで入れてください。こちらも同様に最初は皮だけ。で、次に奥まで差し込みます。そして根に差し込んで、腹骨を切ります。このようにさばきました。次は、いろんなさばき方があるのですが、ひっくり返さずに、このままさばいていきます。骨が見えるので、骨が透けるようにさばいてください。このようにさばきます。腹骨を切り取っていきます。今回のカツオは状態も良く、寄生虫のテンタクラリア、アニサキスなどもいなかったので、このまま切り取っていきます。内臓にアニサキスがいた場合は多めに切り取ってください。そしてブラックライトなどで確認するとよく見えます。この付け根を逆さ包丁で切り取ります。そして朝薄く取ってください。もし内臓にアニサキスがいた場合は、この部分を厚めに取ると良いです。大体がこの腹の部分にいます。この部分も美味しく食べられます。血合い骨を切り取っていきます。カツオはこの尾の部分までしっかりと血合い骨が入っています。これで血合い骨が取れました。この部分はステーキなどにすると美味しく食べられます。次に好みにもよるのですが、この血合いの部分、この赤い部分ですね。こちらを切り取っていきます。取り除いた方が食べやすいと思います。
このようにきれいに取ってください。刺身にするので皮を引いていきます。滑る場合は、こういったペーパーなどで掴んでください。それではカツオを切り分けていきます。今回は厚めに切っていきます。この程度です。それでは、厚切りにしたカツオの刺身、血合いのステーキ、血合いの漬け、あらに、焼酎のロックで乾杯です。まずは血合いのステーキからいただいてみます。血合いは、煮るよりも焼いた方が美味しいと思います。次に血合いの漬けをいただいてみます。レバ刺しのような感じです。こうすることで血合いも美味しく食べられます。次に、アラニをいただいてみます。これは卵巣です。そして、これが心臓です。メインの刺身をいただいてみます。厚切りです。この食べ応えがあります。鮮度の良いカツオは血生臭くなく美味しく食べられます。ぜひ見かけたら試してみてください。